ラックスハザードトリガーを紹介いたします。ガンダマン、皆さんこんにちは。本日はこちらデラックスハザードトリガーを紹介いたします。待ってました、待ってました。早く箱開けて中見てみよう。じゃあ出すよ、せーの、よっこいしょ。出ました、出ました、ハザードトリガーです。まずはいろんな方向から見てみようか。はい、ということで早速音を聞いてみたいと思います。まずはここの蓋を開けなきゃいけないね。ビルドドライバーにセットするよ。ですわ、これは。では音声なんて言っているか見ていきましょう。最初にハザードトリガーのボタンを押すとハザードオーンって言ったよね。次にビルドドライバーにセットしてラビットフルボトルとタンクフルボトルをセットするとラビットタンクスーパーベストマッチで、次ドン転換ドン転換って言ってたね。ドン転換ドン転換ってで、その次にレバーを回すとガタガタゴットンズッタンズタンバーって言って Are you ready? アンコントロールスイッチブラックハザードやべーって言ってました。それでは次必殺技遊びをしてみたいと思います。レバーを回すとガタガタゴトンズタンズタン、これは一緒で、レディーゴーハザードアタックって言ってました。で次がこのオーバーフローモードに変身っていうやつです。今の必殺技ハザードアタックが終わった後にもう一回ハザードトリガーのボタンを押すとこのオーバーフローモードに変身ってやつできるんだね。やってみるよ。ハザードトリガーのボタンを押してビルドドライバーのレバーを回したらまたガタガタゴトンってやつになってレディーゴーオーバーフローやべーって言ってました。でこちらにも必殺技遊びがあります。ハザードフィニッシュですね。聞いてみましょう。このハザードトリガーのここのメーターの部分はビルドドライバーのレバーを回すと動きます。レバーを回すとほら、なのでレバーを回すとここの部分とここの部分が回ってフルボトルの中身がピコピコ動くっていう3箇所全部で動くことになります。なんだかスペシャルな感じですね。それではこのハザードトリガーを使って変身するビルドさんの姿を見てみましょう。テレビくんの43月号のビルドさんのこのハザードホームのページだね。ここのここに出てます。真っ黒ですね。こんな感じですね。ビルドさんのハザードホームですがラビットタンクハザードホームだけではなくて
スマホウルフハザードホームに変身することもできます。以上でデラックスハザードトリガーの紹介を終わります。少々おもちゃ売り場でね、これも買ったんだ。ビルドさんのお人形、後ろはこんな感じ、足とかはこんな感じで、全身ほとんど真っ黒です。みんなもぜひおもちゃ売り場でデラックスハザードトリガーとか、このビルドさんのお人形とか買ってみてね。なんかね、このねハザードトリガーは絶対持ってた方がいいと思うよ。これ僕の個人的な意見だけどね。じゃ最後まで見てくれてどうもありがとうございます。なんか僕の説明間違ってるよとか、実はこんな情報もあるんだよとか、そういうのコメントに書いてくれたら嬉しいな。よろしくお願いします。それじゃあね、バイバーイ、ハザードオン。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。